こんにちは、ルーチューブの時間です。ただいまですね、スーパーミドル級の4団体統一戦が終わりましたね。まあ6台予想通りの展開だったじゃないかな。ちょっと前半はプラントが思ったより良かったよね。まあこのまま最後までいっちゃうんじゃないのと思いました、ね。うん、良かったけど1ラウンドはプラントちょっとビビってたよね、うん、かなりビビってたと思う。ただ2ラウンドぐらいからうまく戦ってちょっと余裕も出てきて、左下げて L 字でガードしてさ、左フック打ってきたらそのままちょんって右ストレートガンガン、あれうまいよね、全然効かないけどね。で前半ポイント、俺はプラントが取ってるように見えた、5ラウンド6ラウンドぐらいまで。ただ6ラウンドぐらいからカネロがちょっとプレッシャーを強めてギア上げてきて6、7、8って、あまあカネロがちょっといいかなって思ってたけど、まあプラントも余裕でできてそのまま流れて、これ採点でも採点って分かんないよな。要はパンチある選手で採点を取るっていうじゃん、はいはいはい、で会場で見てるのとテレビで見てるのと全く違うのよ。でプラントのパンチとカネロのパンチって印象的にはもう2倍3倍カネロのがあるじゃん、はい、で多分テレビで見てるより生で見てる方がもっとこう衝撃があると思うんだよね。でもなんでプラントってあんな力強く打てないんですかね。やっぱカウンター警戒してるからですか。もうちょっとカネロを止めるには、カネロに勝つには力強いパンチがないと。でもスーパーミドル級で世界チャンピオンになってる選手だよ、無敗でパンチないわけないと思うんだけど、ちょっと今日の試合見てたらマスやってんのかなと思うぐらいだったね。なんか高橋さんが高橋隆平、まあ、ニューヨークで試合した時に世界戦で、うん、まあ、ドヘニーとやって、うん、今までで一番パンチあったって言ったじゃないですか、うんうん、でもドヘニーって別にハードパンチャーっていう印象なんて一切ないわけじゃないですか。ああまあね、だから世界クラスだったらもうみんなパンチあって当たり前みたいな。まあそれはあると思う。でましてはもう上の階級じゃない、うん、プラント21勝12 KO か、約50ちょっとか、52、3パーか。まあ話戻っちゃうんだけど、軽量の時の映像を見るとやっぱカネロちっちゃいなと。結局175って言ってるけど171で今日ワーワーでなってたね。だからプラントが185だっけ、14センチで、やっぱ並んぶっていうかこう軽量の映像をワーワーで見た時にさ、プラントやっぱ筋肉もしっかり詰まっててカネロはちっちゃいよな。でもあんだけパンチの差が出るんだな、カネロパンチあるよ。でもやっぱさ、カネロは今ボクシング界で一番のスターじゃない。まあ日本でどうかは分かんないけど、やっぱ雰囲気あるよね。入場でああやってチームで出てきた時にさ、もうドルチアンドガッパーナのチームジャージ着てさ、いやまあスターのオーラはあるよ。でももう関係ない話一個していい？プラント目綺麗すぎない？うちの嫁さんも言ってた、この人目めっちゃもうブルーじゃん。もうそれだけ思った、プラント目綺麗だな。でもうまくは戦ってたと思う、うまくは戦ってたと思うけど、やっぱりカネロ相手に勝ち切るのはあのスタイルじゃちょっと難しいのかなっていう。ただその採点をまだこれ終わってすぐ取ってるんで、すぐ上げないとあれなんで、採点を見てないじゃない。でジャッジがあの倒されるラウンドまで、じゃあ1から5ぐらいまで、そうどう振ってたのかなと、うん、だからまあ途中からはもうカネロのパンチ力、音、迫力をどうジャッジが取ってるのか分かんないから、まあ俺はつけないで見たけど、まあ五分五分だったらカネロに流れちゃうじゃん。でもなんか中盤そのうまくさばいてても軽いんでね、パンチがプラントの軽い、力強く打ってないじゃないですか。うん、だから目いっぱい打ってて軽いじゃないじゃん、打ってないじゃん、だから打てないだろうな、怖くて、怖くてっていうか、まあカウンターが入ってきそうなんじゃない。そういうのってやっぱあるんですか。で俺プラントはさ L 字でこうやってやってたじゃん、で L 字でこうやって打ってきて、これを打ってたよ、うん、パンパン、はいはい、ジャブみたいに右やっぱ打てばいいなと思ってよ。最初すごい良かったですよね、それ。パーンって、しかも強めに。パーンパーン。これだと効かないじゃん。ポンポン、ポンポンってこう、やってるだけだからさ。右やっぱ欲しかったね。だからカネロがちょっとぐらつくシーンとか、ダウン、一回ダウンするシーンとかがない限り、カネロに勝てないんじゃない？だからこの間、前の動画ね、言ったベナビデスとか、がチャンスあるんじゃない？やっぱあのカネロにハードパンチを叩き込む選手を、うん、ベナビデスだったらもしかしたら勝てるかもな。カネロやっぱスーパーミドルじゃちっちゃいと思うよ、ミドルがベストなんじゃない。でもカネロってうまい、その的確性があるよ。左アッパーでぐらついて相手が効いてクリンチ来たとこ右アッパーじゃん。あれカネロの右アッパーはあれ反則だよね。もうサンダースも顎割れてるしさ、もう右アッパー当てるじゃん。あとは右アッパーもすごいけど、カネロこう左で押さえつけてさ打つじゃん。あれうまいよね。あの解説でも言ってたけど、審判が通らなかったら
反則じゃないですからね。本当は左で押さえちゃダメじゃん。でも押さえて打っちゃうもんね。いやー、これでスーパーミドル4団体統一。まあこっからはどうなんでしょう、ベナビデスとやるのか、うん、今回は前半はねもう良くない流れだったよ。カネロがちょっと負けちゃうんじゃないかっていう良くない流れだったけど、やっぱパンチあるっていうのはさ、こう状況を打破できるよね。パンチがある、テクニックがあるっていうのさ、プレッシャーをかけてさ。でもあプラントうまく戦ってたけど、ああいう効き方しちゃうんだね。 L 字ガードでこうやってちゃんとガードを置いてんのに、うん、それでも左フック当ててたじゃないですか。だから L 字でこうやってガードしてるけどさ、ジャブとか来るときはこうやってパーリングするからさ、はいはいはい、これをうまく使ってんだよね。ちょっと話してもらっていい？ L 字、 L 字でさ、もうプラントはこういう感じとかさ、こうやってやってたじゃん、うん、で、このこっちの右はさ、うん、こうやって避けるんだよね、はいはいはい、で、右振ってきたとき肩で避けてこうやって当てるんだよ、うん、この右ももう軽いよ、うん、もうポン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 、うん、で、こっち来たら左フックはここでガードして、うん、これで返す、うん、で、これとこっち側のパンチはこれでいけんじゃない？うん、こっち側のパンチはこれで、うん、この手なんだよね、うん、だからまっすぐジャブを来たらこう、はいはい、前で叩く、うん、で左フックはここでガードするっていう形なんだよ、はいはい、だから理にはかなってるんだよ、うん、で これだったらボディも守れるじゃん、うん、はいはい、カネロのこの右ボディも、うんうん、で左ボディはこれで、はいはいはい、だからうまく理にはかなってるんだけど、ただこの右が見えないとモロもらっちゃうから、はいはい、だから俺はこっちから右カネロ振ってくるじゃん、うん、でこれで肩で滑らしておいて右やっぱガツンって打てば、うんうん、要はダメージあるパンチだからこう滑らしておいて、これじゃちょっとき、うんうんうん、プラントの場合はこっから滑らしてこう打ち込まないじゃん、ガツンと、うん、はいはいはい、だからプラントはこういってこれを打てばいいなとは思ったんだけど、うん、うまくは戦ってたと思うんだけど、あとは接近戦、うん、接近した時にプラント自分がくっついて、うん、ボクシングしてたのはうまかったなと思った、うんうん、だ結局カネロのパワーパンチってさ、左ボディだったり右のこのオーバーハンドだったりさ、うん、あんまりくっつきすぎちゃうと打てないじゃん、はいはいはい、打てないっていうか強いパンチで当たんないから、うん、そこはプラントの作戦だったんじゃないかなと思って、うん、カネロのパワーパンチを殺すっていうのがこうくっついた時に、要はプラントってずっと足使うのかなと思ってたでしょ、うん、半分以上くっついてたでしょ、はいはいはい、だから本当にうまく戦ったと思う。プラントは自分の持ってる引き出しをいっぱい使って戦ってたと思う。で俺と6台は前半はもうプラントにほとんど振ってたよね、うん、採点はほぼ、うん、6ラウンドぐらいまで。ただ6ラウンドからやっぱ圧力強めて、うん、でもカネロもさ途中のコーナー変える時とかちょっとイラついてたよね、うん、やりづらそうにしてた。だからやっぱり6台も言ってたじゃん、試合見てる時、ロマチェンコさえ4団体統一にね大手までかかってたけど取れなかったでボソって言ったじゃん、うん、ああそういうことかと思ったもん、うん、ああこれカネロ負けちゃうんじゃないかなって思ったよね。思いましたね。ただ分かりません、オルト6台は、うん、前半6ラウンドぐらいまでは、うん、カネロが取ったラウンドは2つないし1つだと思ってたけども、あれが逆の可能性もあるじゃん、カネロのパンチの迫力で、はいはい、だったらまあプラント圧勝されたっていう風に見えちゃうじゃん、うん、でも本当にうまく戦ってたよね、うん、でこうなってくるともうここまで強くてさ稼げるボクサーになってくるともう妬みも入るけどさ、うん、もう負けるとこは見たいじゃない、はいはい、負けるとこは見たいっていうかもう誰がカネロを止めるんだと。で俺はメイウェザーに負けてるじゃん、空転させられてちょんちょん当てられて判定で負けてる、はい、俺はあの負け姿っていうのはもうあの頃のカネロじゃないから、経験値もパワーも俺はノックアウトないし、もうものすごいカネロにダメージがあるパンチを打ち込める選手じゃないと勝ち目がない、要は技巧派な判定で逃げ切るっていうかさ、テクニックでカネロを押し込めるような封じ込めるようなボクサーだとちょっと今のカネロは止められないのかなと。カネロはあのプレッシャーから12ラウンドさばききるっていうのは難しいと思うから、やっぱり打って止めるっていう選手じゃないと。ただルーチューブカネロのことやると思ったより伸びないじゃん、なんなら他のボクサーは伸びるじゃん、ということはやっぱどうなんだろうね、日本でそこまであれなのかなっていう。でも今回の試合を見てほしいね、カネロちょっと危うしまでいいか、まあ余裕はあったんだろうけど、ちょおおおオーバークロスあるかって思わせるような展開もあったからね。やっぱり世界チャンピオンじゃない、プラントもすごいんだわあのパンチすごいんだわ。
あのパンチ力がなかったら成り立ってなくないですか、あのボクシングはね、うん、でプレッシャーかけるのうまいじゃん、六代が一押しのベナビですか、はい、しかないと思うよ。もう実質やんなきゃいけないでしょ、挑戦者決定戦勝ち上がってんだから。見てた限りあの頭のネジが外れた戦闘鏡みたいなやつじゃないとダメだと思います、うん、ビビっちゃうというか、駆け引きとかさ、ボクシングを、いやプランとかそっち系じゃん、駆け引きだったりボクシングをしたい選手じゃない、そういう選手だったら、まあ、お前も言ってたじゃん、俺厳しいと思うんだよなっていう、オスとして強いっていうかさ、そういうハンマー裕次郎的な強さがないと、今のカネロにはもうちょっと厳しいんじゃないかな。じゃあ今回の動画はちょっと急いで編集して出しますんで、ありがとうございました。